今日先発した藤岡が隣に高山コーチに今日改めてまたちょっといろいろとアドバイスを受けています。ただその藤岡の4点を今取り返そうというような流れは中盤ちょっとずつですが、ドリフトの投球を中心にできていますが、レフトへ大きな打球だ。これは文句なし、ツーランでやり返しました。国母、4番国母の一発、第11号ツーランホームラン。ここは国母に大きなホームランが出ました。先日10号打った戦いですが、完璧な当たりでした。国母、松坂が待って出迎えます。4対4同点。大きな、いやすごい打球ですね、まあ、打った瞬間でしょうね、もう満面のもう納得というような表情。ここは今の投球、清水ボール自体ちょっとシュート回転して中に入ったようにも見ましたが、いやもうね、外構えたものがど真ん中に入ってきてますよ、はい、いやそれをさすがこういうのは逃しませんね。まあこの辺りはね、失投やはり見逃さず、やっぱりしっかり打てるあたりはね、やっぱり4番としてはやっぱりいい働きをしてますね、